うたごえ喫茶名古屋エリラジチューブ、なごみでございます。エリでございます。はい、名古屋エリでございます。はい、なごみさんさ、はいはい、ちょっと唐突なんだけど。唐突ですね。推し活ってやる？推し活ってなんすか？知らない？推し活、よし活ならわかるけど、推し活はちょっとわかんないですね。人の名前やんさ。あ、違いましたっけ。推し活って私 も、そのこの年になってね、推し活とか、推し面とかいないんですけど。自分が推してるってことね。よく言うよね、推し面、推し活ってあるじゃない。うんうんうん、ね、推し活っていうのは何なんだろう。その推してる人の活動をする、活動するどういうことだ。なんか応援したりとか。ああ、違うの。あ、そういうことなんだ。推し活っていうの。あ、まあ、推し面、活動の活だよね、多分ね。でさ、まあ、まあ、なんか推しなんとかってあるじゃない。推しメンバー、推してるメンバー誰。そう、うんうんうん、で分かる分かる。ちょっとね、とある、あのひょんなことから、私、あの、まあ、お友達にね、お子さんがいるんですけども、そのお子さんが、私たちもあのランチをね、その友達とするんですけど、まあ、東京駅ですることが多いんですよ、ランチを。またおしゃれなところで。そうそう、毎月ね、なんか東京駅だったんで、もうずっと東京駅なんですけど。あ、そうですか。はい、東京駅に、行ったんですね、ランチしに。はい、したらちょっと子供もいいっていうから、いいよいいよって、まあ、確かに東京駅だし、大丈夫なのかなと思ったら、なんかその東京ストリートっていう、まあ、要はキャラクターものが、うわーっていっぱい売ってるところがあるの。キャラクターグッズがいっぱい売ってる、あのドーンと、ね、そう、新しくできたのかな。あるよね。そう、わかんないけど。昔からあるよ、でも。あ、そうなの、うん、すごい、私初めて行って、で、その、まあ、その子がね、あのお子さんが好きな、キャラクターがいるかな、ちょっとそれ見に行っていい、みたいな、一緒にっていう。花がっぱでしょ。花がっぱ。花がっぱ。花がっぱって何？ NHK の。花がっぱ。花がっぱっていうのがね、いるの。これ人気なんで、ね、知らないかな。いつの時代よ。花がっぱ。いやいや、時代よ。そんな昔じゃないから。そんな昔じゃない。いやいや、もうね、ぜひね、今この YouTube を、この歌声喫茶名古屋の YouTube を消して、花がっぱで YouTube で検索してください。消すなー。消すなー。聞いてちゃんと。あのね、かわいい。春夏秋冬朝昼晩。あ、なんだっけな。花咲けパッカン、開花とか言って、なんかね、なんか変わるのよ。何？カッパ？そう、カッパがね、カッパが主人公なんだけど。え、そういうキャラがいたんだ。そう、いたん。これがね、またね、はいはい、はいはいはいとか言って、なんかね、ちょっとね、ティーナミキみたいな感じでいいんだけど。誰よ、ティーナミキ。それで、東京ストリートって、これちょっと一緒に行ってもらっていいと言われたので。楽しそうですね。いいよと。まあ、その子に会うのも私10年ぶりぐらいです。女の子、の子供ね、お子さんに会うのは。あ、そうなの。ちっちゃい時しか会ってなかったから、まあ、それも兼ねて、久しぶりだなと思って、はいはい、ドキドキして行ったんだけど、まあすごいね。あたしゃびっくりしましたよ。あたしゃっつってる時点で、もうあたしゃびっくりして、迷子になりそうになっちゃって。あ、そうですか。すごい人。エリはでもその中でだっこちゃん人形を。だっこちゃん人形っていつの話？だっこちゃん人形を探したんじゃない？だっこちゃん人形、うちの母の世代ですよ。あれ、だっこちゃんとか、あれ違うの？違うの、もう。腕に巻きつけて。巻きつけてない、今。巻きつけて歩いてない。巻きつけてないんだけど。あ、そうですか。だからそれが、ちょっとあまりにもすごくって、もう、何、東京に住んでながら、初めて行ったんです、私。あ、そうですか。そこに。あ、ははは。で、まあ、あの、テレビ局の、テナントもあるわけ。あります、あります。各テナントがあります。そう、だそこにね、まあ、あのテレビ朝日入りたいというか、はい、私も入りたい。あ、じゃあ行こう行こうって入ったのよ。で、私の好きな科捜研とかね、そんなのもあるの？ドクター X とかのね、クリアファイルとかがあって。あ、そんなのもあるんだ。ちょっとニヤッとしちゃった私。アニメのやつじゃなくて、そのテレビ局のドラマとかも。そうなんか3つあるんだ。そう、ちょっと欲しいと思ったんだけど、ドクター X もすごい米倉涼子さんの素敵だったんで、うわっ、あ、こういう風なものがいっぱいあるんだと思って、ね、でもね、キャラクターものってさ、
大体のキャラクターよ、まあ、今流行るちいかわとか、あちいかわね、ね、あとなんかその、まあ、戦闘ものだったり、戦闘もの、戦闘ものっていうのはなんかウルトラマンとか、そう戦隊ね、あ戦隊、ああ戦闘、まあ、間違いない戦っているから間違いないけどそうね、まあ、いろんなのがあるあるよね、あるよね、知らないキャラもいるわけよ、いるよね、でも友達とさ、私はもう慣れてないもんだから、うん、友達は慣れてるわけ、お子さんに慣れてるからね、一緒についてったり、うん、私がキョロキョロキョロして、キョロキョロしてたら、うん、キョロキョロしすぎだからみたいな、うん、もうあのまあでもそれはもうちょっと目がランランとなるよね、ランランとなっちゃってウキウキしたよね、ちょっとね、わかるわかる、でも片方友達をこうもう持ちながら迷子にならないようにキョロ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 しつつ、うん、でその推し活のね、うん、メンバーとかがやっぱいるわけですよ、ああまあそうでしょうね、その子にさ一緒に行ってさ、うん、ねこれ買うあれ買うなんて買い物してたんだけど、いやすごくそうなんか私たちの時代の原宿の、そうジャニーズショップとか、そうキャラクター山田邦子さんの、うんうん、なんだ専門店とか、えそんなのあったの、心ジョージさんの専門店とかっていうのがこう原宿にあったイメージで止まってるから、うん、ストップしてるから、へえ、そうなんかあったでしょ、そういうキャラクターのお店、まあ、確かにその原宿にはさだまさしさんのテナントショップがあったんだよ、嘘、うん、そうだそういう感じよ、うん、そこまでじゃない私たちはもう、あのねちょうどね、うん、バナナの絵が描いてあるお店の、うんうん、その交差点でっかい交差点なの、うん、そのね正面のビルのね、うん、結構ね高い方のえラフォーレとかのラフォーレがあったとことかかな、ラフォーレわかんないな、すごいあのすごいあの通りでしょ、そうそうそうメインの通りね、メインの通り表参道のね、そう、あそう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 、何せそのバナナのなんかで絵がね、うん、バナナなんかバナナの絵が今もあるんじゃないですかね、今もあるのかな、バナナの絵じゃないかもしれないですけどね、なんかバナナにこう ね, ね足と手があって、なんかねこう顔がこうあって、うん、こうキャラクターになって、うん、あれもなんかキャラクターのショップなのかな、いいよもういいよそこはもう引っ張らんで、その前にねさださんのフリーフライトだ、そうショップがあって、でそこでねさださんのグッズとか DVD、CD とか、そう、だからそういう感じのイメージでずっと残ってるから、うん、そのストリート、うん、東京ストリートがものすごくて、うん、うわこれはこれはすごいと、うん、そうですか、じゃあその子供もその東京のそのストリートの中でバナナの絵が描いてる、ほら混ざってんじゃないよ混ざってんじゃない、本当に本当に怖かったの、あそうで私が、あやっぱりこう勉強になるなと、はいはい、こういうところに来るのもね、なるほどね、絶対一人じゃ行かないとこだから、あそっか行かないもん、そうですか、でもあの、うん、混んでたんで、うん、ちょっと平日にもう一回行ってみたいなと思ったって、うん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 、面白かったの、そうですね、とってもそうです、ね、なので多分キャラクター好きの方とか、あまあ、うん、大人の方が買ってる方の方が多かったかな、子供さんより、あそっか大人が、でもそのドラマのなんかそういうグッズもあるっていうのはそれすごいね、うん、でしょ、ちょっと行きたいでしょ、アニメだけじゃないんだ、行きたいでしょ、だからそれはテレビ局の、うん、要はテレ朝、日テレ、フジテレビ、うん、はいはい、テレ東、 そ,、ね、うんうん、それの中でやってる、うんうん、要は番組のグッズよ、俺に欲しいのはあの裸の大将なんだけどあるかな、うん、ないんじゃないかな、芦屋雁之助さんのクリアファイルとか、もうないんじゃないかな、もうないな、あでももしってあったら買ってきてあげる、本当に、うん、おにぎりが食べたいなで、なんかそういうなんかこうコメントが書いてありそうなさ、なんかあのでもちょっと売れそう、下敷きとか、売れそう、下敷き使うのねえあなたいくつ下敷き使う、下敷き使わないね、絶対使わないでしょ、まあ、使わないけどでしょ、うん、でもそういうなんかそのいいです、ね、なんだろうな、ちょっと欲しくなっちゃった、そのクリアファイルが扱えるから、いい確かにね、あだからいいなと思って、いい勉強になった、すごくあの興奮しました、なので、あそうです、一日ワクワクドキドキ、でもあのエリさんのその、うん、推し活している人はいるんですか、なんか、うん、もう今はいないです、あそうですか、今はあのちょっともういないので、そうで、そう言われてると、ね、そうだな、言われてみるといないな、なんか逆に応援しているグループがあるとかいないのよ、いないんだ、いないの、だからそこに行った時に、 あこんなにキャラクターをね、うん、好きな人がいっぱいいるんだっていうので、ね、
でも可愛いから見てたけどね。なんかちいかわとかさ、今すごく可愛いグッズいっぱいあったりさ、どんなキャラクターかは知らないけれども、はい、なんかちょっとほっこりするようなキャラクターがいっぱいあったので、まあ、もうちょっとゆっくりね、見たいなと思いながら、なんか人生勉強だなと思って。なるほどね。その子供から学んだなって、うん、そうかそうか、うん、すごく大きな一歩を踏み出したような気がします。じゃあちょっと、じゃあ今日の歌はその童心に帰っていただいて、うん、はい、あ、今回ちょっと昇華でいきましょうかね。あ、いいじゃないですか、はい、まあ、せっかく秋なんですから、はい、まあ、秋の歌を2曲歌ってみようかなと思います。じゃあ子供にもドローっと、はい、じゃあこの曲です。お願いします。静かな里の秋、瀬戸に木の実の落ちる夜は赤さんとただ二人、私は会いたいな。
茶道の駅里の駅じゃないや里の秋と、それから十五夜はい、聞いていただきましたありがとうございました。さあ、なんかのごみさん最近なんか復活したことがあるっていう、はい、お話を聞きまして、ほら4年ぶりにね、いろんな、早いところだと3年ぶりにっていう感じですけど、だいたい4年ぶりにいろいろと祭りが、復活しておりまして、そうですね、復活して、でそうするとですね、私がずっとやっていた阿波踊りも、復活しまして、田無連、はい、ありがとうございます。よかった、もう活動じゃああれか、そうですね、いろんなところで踊るようになったのかな。そうなりましてね、またイベントの依頼だとかも、なんかそういう風にこう入ってきて、来てるということなので、練習にも身が入ってるということでですね、ぜひちょっと戻ってきてくれっていうお声がかかりまして、じゃあ何、じゃあ田無連に戻、もう完璧に戻ったの？あ、そうですね。何年ぶりだ、でも5年ぶり、2019年の、イベントにはもう出てなかったから、2018年が多分自分の最後だと思うから、そうするとまあ5年ぶりか、5年は離れてたと思うんだよね、まあ、その間コロナもねあったので、どうしてもできない部分もあったけど、2019年か、そっかそっか、じゃあ久しぶりの、そうなりましてね。担当は？担当はまあ愛も変わらず鳴り物で、その日、空いているパート、人数が足りてないパートに入るというね。だからすごいな、大太鼓やったり、締め太鼓やるのかな、やったり、あと笛やったりとか、そういう感じになるんだと思うんだけど、すごいね、今まだほら練習しか参加してないので、本番はね、どういうふうな構成になるか分かんないんだけど、とりあえず、鳴り物で、そうですか、戻りまして、そのじゃあ田無連も結構連員さん募集してるとか、そういう話もあるんですか？募集は、してます、ずっと募集してます、はい、じゃあぜひね、お近くの方、田無だから、どうしても西東京市、そうだね、になるのかな、活動っていうか、近辺の方が、練習とかにも来やすいのかな、そうだね、と思うんですけど、基本的に練習 の、決まってる曜日みたいなのはね、結構その変動しちゃうので、なので、一番いいのは、X、旧ツイッターですけれども、X かもしくは Facebook ページの方で田無連って検索すると出てくるの でそこに練習日程とか書いてあるので、いや、なんか見学もね、はい、随時お待ちしております。随時ね、オープンで行ってるの でぜひ一度、私も一回ね、見学に行かせていただいて、ラジオの時はね、そうですね、ちょうど田無連がその加盟店として入ってくれてね、いやすごく良かったよ。おまたさん田無連の副連長ですけれどもね、おまたさんとか、それから成物の岩井さんとかね、スタジオの方に遊びに来て、いろいろ解説してくださって ね、ありがとうございます。なんかそういうやっぱ伝統のものじゃないですか、阿波踊りも、だからそういったものをこう後世に残すためにもね、そうですね、ぜひちょっと興味があるなという方は、ぜひ田無連で、検索していただけると、いろいろと情報も出てきますので、やりたいなって思ってる方は、ぜひ一度見学にね、
お越しいただき、本当だね、うん、あのとてもねアットホームな家族みたいな、そうなんです、あの田無連の皆さんもとても優しい方ばかりなので、はい、間違いないです、はい、ぜひね一人でも多く入ってほしいですね。またねあのイベントてかその祭りの、うん、本番の日程もいろいろと決まっていて、まあ大きいところで言うと久米川、あ、はいはい、もねあったりしますんで、あそっかそっか、うんうんうん、じゃあまたその詳細とかも、はい、その X とか、そうだね、まあ、SNS、うんうん、Facebook ページで随時更新されるような形ですか ね、なんか私たちもねあのあぜひ、うん、あの一緒に共有でさせていただければなと思って、ね、シェアとかしたりしてね、うん、そうそれそれシェア、うん、それそれ出てこなかった、うん、出てこなかった、なんだっけ、それでよく推しメンとか言ってるいや合ってるか分かんないんだけどね、推しメンとか推し活がね合ってるか分かんないけど多分そんな感じだったかなみたいな、あそうです、うん、まあその田無連の中で推し活するんだったら僕によろしくお願いいたします、うまいなみたいな顔してさあ、ありがとうございます、はい、まあ、よろしくお願いします、なごみを、はい、ということでね、うん、まあそんな感じでこう歌に阿波踊りに、うん、はい、それから釣りに、釣りに、まあいろいろとこうやっていこうかなと、忙しいね、まあ、私思っておりますんで、忙しい方だね、よろしくお願いします、釣り竿をギターに持ち替えたり、そうだね、だからもしかしたら太鼓になったり、その1年の中で1回はギターケースの中に釣り竿が入ってるかもしれない、いやいやいや、その時は申し訳ない、なんかもうその時はもうコンサートじゃなくてあのキャスティング講座するから後ろにフロッツでね、いやいやいや誰が分かるんだ、誰だろ後ろに振るって何、後ろにフロッツでねこれねまあ分かる人にはこれはいいのかなと思うんですけどね、まあそんな感じでね、はい、まあお互いにですけれど、うん、まだまだあの残暑厳しいので、はい、体に気をつけていきましょう、頑張りましょう、はい、ということで歌声喫茶名古屋リーダーズチューブ、今日はこの辺で、またね、はい、またね。